こんにちは、長澤です。2016年2月21日に迫っておりますミニ四駆グランプリ2016ニューイヤー仙台大会でございますが、先月の東京大会の結果、なかなかマシンの仕上がりは良かったかなと自分では思っているんですが、ただタイヤとモーターだけは作り直していきたいと思います。そこで今回使うモーターがこちら、ハイパーダッシュ2モーターでございます。今はね、こちら生産していないモーターになっておりますけども、まだちょっと新品が出回っている感じですね。で、今回東京大会に行った時にですね、ちょっとこれをいただきましたので、ぜひこれを使っていきたいなと思います。じゃあなぜこれを使っていくのかということなんですが、東京大会ではね、ハイパーダッシュ3モーターで行ったわけです。で、ハイパーダッシュ3モーターにニッケル水素のバッテリーで、走らせました。今回はハイパーダッシュ2モーターでアルカリのバッテリーでね、ちょっと行ってみたいかなというふうに考えております。で、ただ漠然とそういうふうに思っているわけなんですが、どういった違い出るかまだね、ちょっと全然分かっていません。なので、今回このハイパーダッシュ2モーターどうやって鳴らしたらいいのかということを Twitter で、ちょっとね聞いてみようと思ったところ、使う予定のバッテリーで鳴らしたらいいんじゃないかということで、教えていただきましたので、早速それでやっていきたいと思います。一応ね、高電圧でやりすぎるとすぐ壊れるっていうのだけはなんかいろんな人に言われてね、それだけ分かっていたんで、じゃあ高電圧じゃなくて低電圧がいいのかななんて思ったんですけど、使う予定のバッテリーでやったらどうかということでしたので、それに乗っかって今回試してみたいと思います。はい、では早速鳴らしをやっていきたいと思うんですが、今回使うのね、こちらハイパーダッシュ2モーターでございます。で、前回使ったハイパーダッシュ3モーターと同じ、まあ、ジャパンカップ2015スペシャルになってますけども、これのまず違いですね。接点のところを見ていただくとね、わかると思いますけれども、こっちはね、銀カーボンブラシだったかな、新しいバージョンになっております。で、2の方は銅ブラシですね。接点が違いますよね。はい、こういった違いがあります。ただスペック的には同じ回転数、消費電流も適正電圧も同じということでね、書いてあります。トルクも同じ、ただ推奨負荷トルクも同じですね。はい、なんですがブラシが全然違うので、消耗の度合いとかそういったものも全く違うものになっているということです。私ね、ハイパーダッシュ2あんまり使ったことないです。一回だけ買ったことあるんですけど、全然どんな感じなのか分かっていません、まだ。はい、ということでどういう風になるのか全然わからないので、ちょっと怖いです。壊してしまったらこれ1個しかないんでね、もったいないっていう感じですけども、しかもこれが当たりモーターか外れモーターかそれも全然わかんないですね。なんかハイパーダッシュ3はあんまりそういうのもない、当たり外れあんまりないよっていうのはなんか聞いたことありますけども、これは当たり外れあるみたいなんでちょっと怖いですね。はい、じゃあやってみましょう。今回もね、このモーター鳴らしセットを使っていきますけれども、つなぐのは高電圧じゃなくて、バッテリーをつなぎます。で、バッテリーはですね、一応アルカリ電池、パワーチャンプ GT の新品が2本ありましたので、これを使ってみたいと思います。で、鳴らしの時間の設定なんですけれども、一応ですね、公式のコース5周分ということで、5周走るのってだいたい30秒前後なんですよね、いつも。なので、30秒を回すというのを何回か繰り返していきたいと思います。で、30秒回して、冷めるのを待って、十分に冷まして、室温と同じぐらいまで冷ましてからまた30秒回すということを繰り返して、その都度ですね、鳴らしながら回転数もモニタリングしながらっていう感じでやってみたいと思います。で、アルカリでハイパーダッシュ2の時とネオチャンプですね、ニッケル水素でハイパーダッシュ3回した時っていうのを比べていきたいというふうに思います。じゃあモーターの方ね、セットしていきたいと思います。はい、いいですね、このテカリ具合ね、テカテカしてるよね。はい、やってみましょう。
ちょっとね、これでやるとちょっと振動して音をうまく拾えなかったりするんですけどね。まあ、手で押さえてなんとかしましょう。裏に書いてますけども、推奨負荷トルク 1.4 から 1.9 ミリニュートンメーターの時に、回転数が 17,200 から 21,200 と。で、まあ、電圧は 2.4 から 3.0。今回は 3.0 付近でね、かけることになりますけれども。なんで、まあ、ちょっとね、負荷かかんないけどね、まあ、21,000以上回るんじゃないかなっていうところをね、見ていきたいと思います。これね、FMAR に使うから逆回転でやっていこうかな。で、一応ね、1分でやりたいと思います。ちょっとタイマーがね、1分からなんで、ちょっと1分でやっていきたいと思います。2600ぐらいまでね、行きました。はい。じゃあちょっと、全然温まってねえな。全然温まってないけど、ちょっとね、休ませたいと思います。じゃあ5分ぐらい休憩。はい。ということで、モーター休ませました。で、休ませてる間ね、モーターちょっと鳴らし調べてたんですけども、やっぱね、逆転、正転、どっちもやった方がね、回転数高くなるということなんで、交互にね、2回やることにします。1分をね。1分、逆回、まあ、逆から始めましたけども、逆回転、正回転、で、逆回転、正回転、4回ですね。で、終わりにしたいと思います。はい。じゃあ、これ正回転いきます。途中いきなりね、2万1000超えるっていうところにね、入ってからは2万ちょいぐらいでね、安定しました。2万600、700ぐらいですね。はい。じゃあまた休憩したいと思います。はい。じゃあもう一回逆回転いきたいと思います。途中ね、21,800 ぐらいまで行ってましたね。だいぶ安定してきてますね。はい。じゃあまた休憩させます。はい。最後に正回転をね、1分やって終わりたいと思います。なんかだいぶ回転が怪しかったですね。なんか もしかしてぶっ壊れたのかな。ちょっとやばいですね。休憩させて逆回転で回して最後回転数測ってみたいと思いますが、なんかすげえやばそうな気がします。はい、休憩します。はい、休憩してる間にですね、ハイパーダッシュ3をニッケル水素で回した時の回転数を見ておきたいと思います。これをこの辺にちょっと、ね、入れておきます。で、ハイパーダッシュ3どれを回すかと言いますと、こちらの東京大会でね、この間使ったばかりのこのハイパーダッシュ3、ジャパンカップ2015スペシャル
これは高電圧で鳴らしをしたものですけども、これの回転数をニッケル水素で見ていきます。バッテリーはまあ一回充電したけども、それなりに放置されている、まあ2週間程度ね、放置されているやつですね。満充電ではないですね。これで見ていきたいと思います。いきまーす。21,600 ぐらいですね。はい。はい。ではね、ハイパーダッシュ2セットしました。じゃあこちらの回転数を見ていきたいと思います。こちらもね、21,600 ぐらいですね。まあ、バッテリーの違いはあれと、回転数は同じということですね。はい。まあ、これを実際走らせたらどうかっていうのはね、また別だと思うので、負荷がかかった時にまた全然違うと思うので、とりあえずね、回転数の参考値ということでございます。はい。いかがだったでしょうか。ハイパーダッシュ2とハイパーダッシュ3、比べてみました。鳴らしがこれでいいかどうか、あとはですね、これで鳴らしが完了しているかどうか、その辺はいまいちね、まだ分かっておりません。まあ、何度か走らせてみて、その様子を見てですね、実際のスピードというのを確認していきたいというふうに思います。まあ、やっぱハイパーダッシュ2はね、僕の中ではまだ未知の存在なので、まあ、できればね、家の中だけじゃなくてちょっと長いコースを走らせて確認してみたいなっていうふうに思っております。まずは次回の動画で、ちょっと実車乗せてみてね、走らせてみたいというふうに思います。ということで今回はハイパーダッシュ2とハイパーダッシュ3、鳴らしをしてみて回転数を比べたという動画でございました。また見てねー。Thank you.